中では何が起こっているのか、雲を掴もうとしている話、荒木健太郎に今何が起こっているのか、ちょっとすごいことが起こっているみたいです。昨日ですね、アマゾンのランキングを見ていたらですね、もともと発売前って書籍の総合ランキングみたいな1万位とか2万位とか、もうランキングでも何でもないっていうぐらいのとてつもない数字がついてて、順番っていう感じじゃないんですけど、荒木さんの方はかなり予約が入ってるらしくて、それでもだいぶいい方だったんですよね。で5000とかそれぐらいに行ったら相当すごいっていう感じだったと思うんですけど、昨日ですね、ふと見たら1000位2000位っていうところに来てて、ものすごい多分だから一気に予約が入ったんだろうなと思って、おこれはすごいと思って見てたらですね、見る見るうちに張ってて、1000位より内側に入ってきたらもうビジネス書とかそういうのばっかりなんで、もうだからそこに入ってきたらとんでもない数字なんですけど、なんとですね900、800、700つってどんどん上がってって、最後には512位まで最高上がったらしいです。でこれ本当とんでもない数字で、発売されて売れて新聞紙票に載ってとかそういう感じの時に、だから何百万とかってあり得ると思うんですけど、自然科学系の本ですからね。でそれでもう本当ビジネス書とかその辺のやつをですね押しのけて、ガンガン上がってってるっていうのがですね、昨日突然起こりまして、いやすごい広がり方を今見せてます。で大型書店の方ではですね、もう実際に本が並び始めてるようなんで、実際そっちで買って結構写真アップして宣伝してくれてるっていう人もですねたくさんいるみたいなんですけど、アマゾンはまだ正式には23日発売ということで、それまで予約受付中って形なんですけど、それでこの総合ランキングは本当すごい、だからこの本の底力みたいなのはですねもう早くも出始めたなという感じですね。だから言ったらちょっと今までも話してきたんですけど、荒木さんのやっぱり相当純粋な思いっていうところがどこなのかっていうところにですね、書いてる時にずっとそこに立ち返ったらどうあるべき、どんな内容にするのかっていうのはですね、何回も何回もそこに立ち返ってるのを僕は見てきたので、どれだけ純粋なのかっていうのはですね、もう彼は本当にこだわってるし、で純粋になろうとやっぱり仕切ったからこそそういうエネルギーっていうのが今届いてるんだなっていうのをですねすごい実感してます。で純粋なエネルギーが届くっていう話はですね、ちょっと別な僕がもう一冊おすすめしてる本があるんですけど、自分を愛する技術ってですね、加藤修士さんの、教育とか人材育成とかですね、そっちのプロフェッショナルの人ですけど、そっちの人の本も素晴らしい、今それもベストセラーで発売同時に即日増刷かかるみたいなとんでもない本なんですけど、それで言ってることと本当に荒木さんがやってることと一致してるんですよね。でだから荒木さんが今まで何度も脱皮したっていうことを僕言ってきましたけど、結局自分を愛する技術をまたさらにこう一つ一つ駆使してた段階で彼は脱皮してるんですよね。だからより純粋になって、そのたんびにより純粋になって、だから普通に世間的にはこうあるべきなんじゃないかみたいな、その縛りとか抑制とかそういう本に対する常識みたいなのですねあったと思うんですけど、それを荒木さんの純粋な思いとしては本当はこうなんだと、らしさ、彼らしさというのは純粋なものはこっちなんだっていうのをですねどんどんやって本に込めていったからこそ、やっぱどんどん純粋になっていって自分を愛する技術を彼が駆使していったんだなと。だから僕が言ったら彼の方は雲を愛する技術になってるなっていうふうに思いましたね。だから本当にだからそれだけ純粋になってるから、なんていうか本当に関係ない人までものすごいお勧めしてくれるんですよね。でそういうことが起こるっていうのはやっぱり本当に純粋性が高いものしか絶対そういうことが起こらないっていうふうなことはですね加藤さんも言ってて、それがですね今実際に
自分の身のすぐ周りで起こってて、それに僕はやっぱり感動しますね。ということでですね、まあその純粋さにぜひ荒木さんの本を通じて触れてほしいですし、まあその根本の技術みたいなところにもし興味があればですね、加藤さんの本も手に取ってみてほしいなと思います。ということで、もうネタがなくなったと思ったらまた次々に大ニュースが来て、まあ、こんな話になりました。また明日。